ロクサナサベリ、ロクサナサベリはアメリカのジャーナリスト。日系アメリカ人とイラン系アメリカ人の家系の出身である。彼女はイランで2009年の2月に拘束された。彼女はワインを瓶で買っており、これがイスラム法で禁止されていた。また、2006年に無効にされて、以来、報道信用証明書なしに報道を行っていた。彼女は、 この2件の罪で告訴された。2009年の4月8日には、イラン政府は彼女を、スパイ容疑で再度告訴しており、彼女は、その後、判決で8年の懲役を求められた。彼女の苦境は、アムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、ベア報道協会、ジャーナリスト保護委員会、職業報道記者協会、非白人ジャーナリスト組織などが見守っている。 サベリはノースダコタ州ファーゴで生まれ育った。彼女の父はイラン生まれのイラン系アメリカ人であり、母は日本から来た日系アメリカ人であった。1994年にファーゴボク高校を優等なる成績で卒業した。彼女はピアノ、サッカーをたしなんでおり、キークラブやダンスラインに参加していた彼女は2007年に学校の栄誉の殿堂に入れられている。 また、彼女は1997年にコミュニケーション学とフランス語の学位を取ってコンコーディア大学を卒業した。彼女は1994年と1996年のシーズンに友達とサッカーチームで試合を行っている。1997年にはミスノースダコタに選ばれ、1998年には学校での最低に勝利して、 ミスアメリカの決勝に進出した10人のうち1人であった。彼女は最初にノースウェスタン大学から広域ジャーナリズムの収支の称号を得て、次にケンブリッジ大学から国際関係の収支の称号を得ている。彼女は逮捕された当時イラン研究と国際関係の収支を得ようと励んでいた。サベリは フリーランスのジャーナリストとして働いており、イランには2003年に入国した。彼女は2003年の2月にテヘランに到着し、独立した放送ニュース機関フィーチャーストーリーニュースのために十分に正式認可を受けたニュース事務所を開設した。FNS は彼女の報道を世界中の後半に放送し、彼女のニュースはすぐにアシュー新聞台。 南アフリカ放送協会、DW ラジオ、バチカンラジオ、ラジオニュージーランド、オーストラリア独立ラジオニュースなどの視聴者にとって、馴染みのあるものになった。彼女は時折 PBS、NPR、FOX ニュースなどの放送局にも貢献した。2003年の6月、説明なしに、イランの当局は、彼女の報道認可を取り消し、FSN 事務所を閉鎖した。その後、 彼女はに BBC の下で自由契約で働くことを許可する2枚目の報道許可証を発行した。イラン当局は2006年の暮れにこれも有無を言わせず剥奪した。彼女は本の調査のためイランに残り NPR や ABC ラジオのために時折報告を送った。サベリの父は彼女の声を最後に聞いたのは2月10日のことだと主張しており、 彼女はその時これから10日間の間も工事が続けられると報告した。サベリはイランとアメリカの両方で市民権を持っていたが、イランの当局は二重の市民権を認めていなかった。しかし、彼女を彼らの市民の一人として扱うであろうと信じられていた。サベリは2009年2月にスパイ行為の罪で逮捕された。 彼女は3月2日に2006年に取り消されて、以来、報道許可証なしに報道行為を行ったことで、告発された。3月13日、いくつかの報道組織が、公開質問状を、イラン政府に送り、サベリとの独立した接触を許可するように呼びかけた。この質問状に署名したのは、NPR、ABC の社長ビビアン・シルレル。 ウォール・ストリート・ジャーナルの編集局長、デビッド・ウェスティン、フォックスニュースのジョン・スタック、BBC の世界編集者をしているジョン・ウィリアムズである。この公開質問上はサベリへの福祉状態や、彼女の権利の剥奪を、心配している。長期監禁状態の1ヶ月後の3月13日、家族の弁護士は、サベリと会うことを許可され、彼女は家族への電話を許された。 監禁47日目の3月18日には、サベリ一家は、イランの最高指導者アヤトラーリハメネイにノールーズの、休日の前に干渉するために電話を行った。アメリカの政権候補は、サベリの抗菌状態を、心配し、彼女には、申し開きをする理由がないとし、面積の申し立てをさせることに反対しており、国務長官、ヒラリー・クリントンは、 彼女の解放を要求している。4月6日には、彼女の両親は、彼女の拘禁される悪名高いエビンプリズンでサベリに30分の面会を許された。4月8日、イランの政府は、サベリをスパイ行為の容疑で起訴し、イラン学生ニュース機関は、裁判を引用して、イランの検察当局の副局長が彼女は、スパイ活動の権威を受け入れたと言ったと報道した。 4月18日、裁判の5日後に、彼女の弁護士を務めた、アブドル・サマド・カラムシアヒは、ロイター通信に、サベリは、懲役8年の判決を下された、私は、確実に上告すると述べている。現在アメリカとイランに国交がないため、スイスがイランへのアメリカの要求を表している。国務省のスポークスマンのロバート・ウッドは、イランのイスラム革命法廷の司法制度の、 透明度への質問とスイスの代表者がサベリの裁判中入廷を許可されなかったことに対する説明を求めている。2009年の4月19日、イランのマフムード・アフマディネージャード大統領は、サベリには彼女自身を守るための法的な権利を持たなければならないと強調した。彼は検察官に以下のような書簡を送っている。個人的に経過を見たが、被告人が、 すべての法的権利が許され、自由で自らを守り、また、彼らの権利が、微人も侵されないようにすることを保証してほしい。4月21日に、ノーベル平和賞の受賞者シーリー・ネバーディの人権保護組織によって、彼女の上告の間、彼らがサベリの人権を守ると報告している。2009年4月21日、著名なイラン人映画監督であるさ、 ベリの婚約者バフマン・ゴバディは、ロクサナの無実を強調し、彼女を知る人が彼女を擁護するために法廷に入れるように要請する公開状を発表した。異なった出版社による個々のニュース分析によって、イラン政府が彼女に即急に有罪判決を出す二つの利点を暗示している。彼女は2007年にイラクでアメリカ政府が拘束した三人のイラン人役人を、 解放させるための交渉カードとして使えること。イランは、元 FBI の機密保持エージェントロバート・レビンソンを、このような交渉の担保として備えていると疑われる。イラン政府強硬派が、オバマ大統領の努力の矛先をテヘランに向けるように、している。イランの大統領、マフムード・アフマディ・ネージャードの動きは、彼女が、広告招集された際、 サベリへのより徹底した防衛を提示しており、この動機を疑わせる。しかしニューヨークタイムズの2009年4月29日の分析では、この対立は強硬派と恩賢派の間になく、強硬派の中に起きているとされる。この記事は強硬派が政府の監視下にない63の港を持っており、アメリカが経済制裁を解くのであれば、資金の喪失に耐えることを確信している。 これは和解に反対する金銭的動機になっている。2009年4月25日、BBC の報道によると、娘から彼女が5日間ハンガーストライキを行っているとの手紙を受けたとロクスナの父は証言している。2009年4月20日のニューヨークタイムズの記事は、イランで似たような状況で投獄されたジャーナリストや、活動家にルーズバ・マイヤー・ブリヒミーやアリ・シャケリがいる。 ことを記している。2009年5月11日、控訴審では、懲役8年の刑が否定され、2年間の執行猶予付きの判決を受けて釈放された。ありがとうございます。